チャオ、なっちゃんです。最近ね、子供がコウ君食べんくなって量はね、もともとジューシーなパリッてするのが嫌やって食べへんかったんだけど、ヒカルも最近なんかね、パリッとするのも嫌や言って、まあコウ君食べへん、ね、もちろんベーコンとかハムとかそういうのは食べんねん、お肉も食べんねんけども、コウ君のなんかスモーク感が嫌や言って食べへん、ね、で全然買ってなかったんやけど、なっちゃん食べたい？でもでっかいやつ980円の大きいやついつも買っててんけど、1キロ入りか800入りか知らんけど、食べきれんくなってだからね、食べたいからこれ買ってきたん。なんか賞味期限そんなのめっちゃならないやん、これで7月1日までやんか、6月中肉食べられんのかやったら、これ1個なんぼ6本か7本しか入ってへんねんけど、今まで6本か7本しか入ってへんから、こんなんもったいないもんで買わへんだんやけど、逆にこれでももしかしたら7月まで食べきれへんかも。ファスナーついてるやんか、ジップロックみたいな、だからいいねんけど、これちっちゃいやつでファスナーついてへんから、開けたらカスカスなるよやろ。なんかね、これこんなん入っとった。吉本どうぞ、ジョイマンやジョイマンまだおったんかやな、これね、ちょっと破ってもちゃうんだんでね、これをね、作っていきましょう。では、これをね、切ったら7月1日からだと、もうこのまんまね、このまんまで、何本入ってるの？ 6本しか入ってんねん。6本しか入ってんねん。今日2本食べたら、いつも1本やねんけどね。昼夜とダイエットするからお腹が減った。でここ入れといたらさ、まあ、あれやん、あれならへんやん、パスタにならへん、抜いてよいしょ。これがもう楽に切ってないから置いときます。冷蔵庫入れてみましょう。もちろんコウ君といえばピザソースね。ではチャーハンチョッパーに、ちょっとおいちょっくん、なんだ切れへんだ、多いかな、日本もいったら。まあいいか、お昼どうせまたね、また軽くでいきましょう。いや、お昼はね、がっつり食べてもいいか、わかんない。お昼だったらすごくごとごと言うとね、今、あれです、洗濯機です、洗濯機を回しております。めっちゃ並んだよし、どこ食べるの、コウ君が取るわで、よいしょ、スイーツで、あっちゃんガーデンのバジル、焼きましょう。お、はい、そもそもケチャップも冷蔵庫かな、まだね、前は常温です。前はね、30度超えたら冷蔵庫やね。冷蔵庫入れるとね、油がね、良くないんやって、あんま冷やしすぎてあかんねん。前は、ヨミの前は危ないとか、前を冷蔵庫とかよく言う人おるけど、じゃないんやって。ケチャップもね、常温や、ね、多分ケチャップ大丈夫やと思うね。めんつゆとか、あたりがちょっと怪しい。これぐらいになってくると。
でも今何度ぐらい ?30 度だ。キッチン30度いくかな、何度もないな。でもね、キャビネットの下の、ところに湿度をとりあえず入れといたら、ここちょっと涼しいかな。そこの常温でもいいかもわからへん。調味料ってね、あったかなったらあかんけど、冷やしすぎも良くないねん、実は。よく言うけど、ほんまかどうかは。醤油なんかね、冷蔵庫とかでどうなんやろな。わからん。でもね、乾燥青さのりとかは、冷蔵庫の方がいいね。どうでしょうかな。甘いのみたいな。甘いラテ飲みます。朝はいいわ。昼夜はね、ブラックでいきましょう。甘いのはね、あんまりコーヒーの効果がない。特にこういうのはね、効果がないんやけど、嗜好品です。その日の気分でね、甘いのが行きたかったりやねんけども、ブラックコーヒーの方が体にはいいです。分かってて、ね、食べましょう。はい、焼けました。いや、朝ごはん動画から切れてもいい？あかん？あんま良くないよな。2回焼いたパン。あのね、まずいただきます。食べます。朝からパン焼いて、で、こっちで待ってて、チン言うたとに、いつものパターンで鶏肉だけど、ちょっとさっき食べるわ。あ、なんかね、ね、食べやつが喋るわ。朝からね、なんか人が来たんよ。見たこともないおっさんがファイル持って、なんかうろちょろしてね、キョロ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 、なんかね、うちに声かけとってんの、キョロ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 してもね。はい、って置いていったら、何ですかって言ったら、なんかリフォームがどうちゃか、これから台風が来たがどうとか、ここらが地震がどうとか言って話するから、いやいや、もう、ね、いらないですって言って、うん、いや、リフォームの何やらも考えた方がいいとか言うから、いいです、必要ないですって言ったら、なあ、ぐだぐだぐだ喋んねん、パンフレット見せどうのこうのって、いや、もういいですからって言ったら、奥さん一人で、まあ、考えられても、旦那さんにもまた相談してどうのこうのって言うから、いや、いらないです、しつこいですって言ったら、いや、でも私どうもなんか、要はリフォームかなんかの営業やったんやけど、まあね、あっちゃん代表者やったら言って断られてもおぜとは言うけど、必要ないですって言ってる。だから、ねえ、パンフレット出してる。外壁がどうって言い出してる。外壁は塗り替えだからいいです。いや、結構これ長いんちゃうから、いや、何度でもええねんって言って。雨降ってきたらひびが入ってないやかんやつから。するんやったら、知ってる業者でやる言って。まあ、そんな話をいろいろするけど、なかなか引き下がらへんねん。でも、あんまりにもしつこいから、いい加減してください、警察呼びますよって言ったら、私どもは警察呼ばれても、そんな、違法な勧誘はしておりませんとか言いやがったから、ポチッ切れてもうて、名刺出してください、お名刺くださいって言ったのね、丁重に。名刺出さないね、話最後まで聞いていただければ名刺出しますって言ったから、わかりました、待っとってください、私は YouTuber やってます、
あなたのその行動すべてカメラで撮らせていただきますって。そのカメラで撮らせてもらって、勧誘方法すべてを世界配信させてもらいますって。うん。それで、それが悪徳じゃなければ、オタクの宣伝になるでしょって。悪徳だったら、全世界であなたの悪事がさらされますよって言った瞬間、顔色変わったんね。今までずっと流暢に喋っとったおっさんが、急に口くもり出して、それでもまだ控え。まあ、なかなか敏腕営業マンだろう。なんか、それでもどうとかこうとか言わかりました。で、変なこと言ってさ、家変なことされたら家やん、おらん時とかに。ね。だから、うん、気づくは言われへんから。で、もし、それで、ね、笑いながらね、うちの家をリフォームしてくれるなら、うん、あなたの営業方針から、リフォーム風景すべてを公開させていただきます。もちろん広告費はいただきませんって。で、それをモデルにして、営業してられたらいかがですかって言ったら、いや、それはちょっとうちの会社で相談しないとって言うから、でしょ？あなたが会社で相談しないといけないなら、私もリフォーム旦那に相談しないといけないですって。旦那の言ってない時に来られても困るんですよって言ったら。だからまた何回か言うから。じゃあ今、即決とか話聞けって言うなら、あなたも話聞いてくださいって。私これから YouTube カメラ撮ってくるんで撮らせてもらうんで、まず撮らせてもらって、そこから配信するせえへんはお宅の社長と相談して、後で答えくれればいいです。もちろん1時間以内に配信、答えいただければ止められます。で、1時間以内に答えがない場合は、うん、もうすぐに編集して公開させていただきますよって言った瞬間に、わかりました。申し訳ございませんでした。おたく今まで、ここで喋ってた動画は、そこの監視カメラで全部撮らせてもらってますよって。私 YouTuber やってるんでって、やっぱり侵入者とかで、来るのが嫌なんでカメラつけてますからって言ったら、申し訳ございませんでした。今回のことはなかったことでって帰りよって。悪徳やろ。って言ったら、オーブンの中でカッチンカチンなっとった。このまま歯折れるわね。しょっか。オーブン。レンジでするかオーブンでするか思って、もう一回焼いてんけど、焼いたら固まった。うん。食べられんことはないけどね。ほんとか来客だったら、ほんまにカメラとまで言わへんけど、監視カメラ声入らへんでしょ。うん。びっくりした。警察呼びますよ、言った時にさ、昼間へんねん。でも、警察よりも効果があったんが YouTuber。警察よりも、ね、人をひれ伏す陰謀なんや。いやー、胸を張って誇れる仕事に就いたなってあっちゃん思った。ね、今、ふっと口から出たセリフで、パンがカチカチになった。イライラ飛んだわ。警察どうぞ呼んでくださいって。私は違法な勧誘も何もしてませんって。そこまで言い切ったのに、世界配信しますよ言われたら、一気に多分ね、警察呼びますよって呼ばれたことないんやと思うんだよ。そういう時にお前にやるからね、この回。でもね、動画にとって、営業、一言一句残るやん。まずいんでしょ。もちろん許可なく、撮影したものを放送しちゃダメですよ。例えば、ちょっとこれ
ね、相手がどう出るのかなと思って、盗撮盗聴ぐらいまではグレーやねん。でも配信はしたらダメやねん。それもし配信した時点で完璧アウトやからね。もし相手がいくら違法なことしてても、それで相手は摘発されても逆に許可得てなかったらやられる場合があるんだよね。まあ見ちゃうけどね。だからあんまり最悪な場合はあれができる、盗撮盗聴アップロードしても、まあ、盗撮盗聴言うたらちょっと聞き悪いけどね、相手の違法行為を晒すことはいいねん。でも相手に違法行為がなかったりして、俺を興味本位で晒したりとか再生稼ぎで晒すと確実アウトね、うん、だから前にねちょっと夜中にライブでいろいろあってね、警察呼んだことがあったんで、あの名前まあしつこく言うのもあれけど、とある配信者とのね、あの自殺者が出そうな件やったんで、自殺止めやんとあかんと思って警察呼んだ。警察の対応もちょっとあやふややったから、ビデオ撮らしても撮らないでくださいって言うから、いや撮ります、撮られるとまずいことあるんですかって言ったら、いやそうじゃなくて、こっから先はあのあれです、企業秘密です。いろいろ話したら撮影は OK になった。ただ一つだけ約束しましょう、公開はしません。これ分かりました。でも公開せんへんでも撮らせてくれへんよ警察、ダメって言うよ、うん、時々だから警察とのやり取りを撮ってアップロードしてる人いてるでしょ、あの職務質問は、こっちにどうのこうのって理屈つけてる人、あれグレーで、それの真似して検問とかね、飲酒検問とかでやり合いとか、よっとですよ、結構あっちゃん過ぎて見んねんけど、でもあれ違法です。やるんやったらちゃんと許可を得ないといけない。もちろんね、あの店内撮影とかもちゃんと許可を得ないとダメね。そういうところはちゃんとやらんとね、うん、自分の首絞めだけになるからね、もちろんやられた時にね、それだけど、それって言ったら悪徳であろうリフォーム業者が去っていった、動画に撮り撮ったら多分バズったやろね、何十万再生、何百万再生、下手したらテレビ局が欲しい映像を撮れたと思う。もちろんその子尻尾出さへんよ、そんなやつらは頭いいから。だから騙されたの、家庭内の監視カメラってすごい大事、うん、監視カメラ映ってますよって言った瞬間引いたから、出しませんけどって学校へ入ってへんから意味ないけどね。まあそんな朝でした。今日はねいろいろないい話をしようと思ってたの、まあ、そのテンションじゃないしね、やってることがあって、今日ね、すごい、やらないことがあってね、やらんなんてことないけど、夕方から来客あんのよ。うん。だから、今までにしゃあないことあるしね、今日、木曜でしょ。明日、金曜日はゴミの日やね。それもあるし。ゴミね、わ、出したいね。トマトジュースもコーヒーも冷めたわ、ぬるなってもうた。
カメラに撮れてたら面白い映像になったのに。ね、うん、盗撮しちゃったかったな。真面目やなあちゃんな。盗撮もやな、盗聴でもしてたかったな。いやあかんかん、違法違法、うん、そういうね、再生回数のために法をまたいでしまったらあかんってあっちゃん思った、うん、そこで理性が働いた。変な話、ここで理性が働くか働かへんかが YouTuber か悪質配信者かの違いね。悪質配信者っていうのは変な話、ほんまに極悪でこんなことして稼いだろじゃないね。ここまでぐらいやったらいいやろで多分やってまうね。で、あと後戻りでいけへん、取り返す使いことになってまうよね。だからバカッター、なんだバイトテロって言われてるけど、で人生棒に振らんなことなんで、自分ちょっとしたねことで、で今回でもだからこれ悪質業者が来たからって言って晒したろってあっちゃんがね、軽い気持ちで、いや悪を晒すことはいいことやからねと思ってこれをやることで、これをこの話してもいい、もうその業者の名前がね出したかんよ、もちろん、うん、おっさんのこの服に名前書いただから知ってるけど、服っていうかあのなんか変なもんつけとったんよ。なんかそのつけてマラナらしくてね、だからおっさんの名前知ってんねん実は。会社の名前も、でもそれをくれたらくれへんかったんよ、うん、だからその名札みたいな名刺みたいなやつこう貼ってピュッて刺してくんねん、でそれ結構それつけてるから安心ともたかんねんみんな気ぃつけや、うん、でそれ業者の名前はね言いたい。、うん、でもダメなんね、それをやっちゃうとダメな、でもこういうね有識ことがあるっていうことは言ってもいいのよ。でもこれを一線越えておっさんの顔出したりとか、ね、声出したりとか録音したりとかしたらダメなんね、うん、それができるかできへんかが YouTuber かYouTuber って言ったらあかん悪質配信者かの違いなんよね。そこをやっぱり意識づけて YouTube の配信はやっていかなあかんなってあっちゃん思うね。やっぱりねまだね1万人いってない。この前もねなんかあの誰かがあっちゃんのことディスっとったらしいねんけど、動画で出してるらしいね、生名出しで、それ教えてもうてんけどね視聴者さんに、うん、でそれ出てるよってコメント欄にも誰か書いてくれとったしね、で興味ないし見に行ってへんかったんやけど、なんかね1万人も行ってへん底辺がぐだぐだほざいとるって言ったけど、その人多分あっちゃんより少ないと思う、再生回数クソみたいやったでって言ったけど、そのどうでもええわって話しとって、うん、やっぱりそうやって売名したいんやろなって、うん、売名したいからそうやって名前出すんやろなって、まあ、名前出すことは違法やからねって訴えようもたら訴えられるけど、って名前出さんとねこういう行為はダメだよっていう行為を晒すことはいいのよ。今回でもこういうねあの警察呼んでもこんな引き下がらへんとかでね、カメラで撮るようで引きたかった、だからこういう詐欺が来たらカメラで撮る、今言ったらスマホ持ってでしょ、スマホでじゃあ今からこのねお互いの対話あの記録として撮らせてもらいますって、だったら旦那に見せて、許可もらわなあかんから撮らせてくださいみたいな目から撮らせてもらうね、で私、配信やってみんな配信やってるでしょ、やってへん人ほとんど YouTube 見とる人って誰でもアップロードできるでしょ、で YouTube じゃなくても、Twitter でもなんだインスタでもFacebook でも上げられるでしょ、私は SNS やってるから上げますよっていう切り札を出してください、引いていきよう、だって公開されたら困るからねその手口は、うん、やったらあかんで、ね、公開したらあかんで、ね、それはでもあくまでも武器やで、こんなんの動画で言うたらまたこれ見とったら何でしょうか、それにまた対策打ちろかからへんけど、都度都度打たなあかんと思うね、うん、そういうのがね今日朝から来たから、ちょっと今日話そうと思った話をやめてこれにしました。また、時間がある時、今日話そうと思った内容を、動画にするか何かの動画の時に言おうかなと思って、うん、まあ、それは考えときましょう、はい、ということで今日のあっちゃんの朝ごはん、変な、まあ、押し売り押し売りで言い方悪いから分かるけど、ね、悪徳リフォーム業者が来たよっていうお話でした。皆さん気をつけましょう、はい、その時にはみんなも配信者です、ツイッターとかでも出せるでしょ、ね、大体みんななんかアカウント持ってるでしょ、っていうか YouTube 見てる時点で大体みんなアカウント持ってるでしょ、まあ、持ってずに見てる人もいてるか分からんけど、上の方にカメラマークあるでしょ、カメラマークポチッとした動画アップできんのよ、
誰でも、ね、やったらあかんけども、私やってるからやりますよって、YouTube 配信しますよって。ね、あの、切り札にしましょう。はい。ねえ、まあ、そんな朝でした、ね。今日のあっちゃんのお話、ためになったよー。ためになったねーと思ったら、もう中が、を思い出して、もう中のネタでも見てください。はい。違う、そんな言ったらね、今日のあっちゃんのお話ためになったよと思ってくれたら、高評価を。で、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。この動画に低評価をしたやつは、詐欺に騙されろ。はい。ということで、ね、これを、この動画にアンチコメントしたやつ、詐欺に騙されろ。被害に遭え。登録してたやつ、詐欺に騙されろ。はい、ということで、今日のあっちゃんの朝ごはんはこの辺で終わりにしたいと思います。ということでね、本当にね、ファンの方だけじゃなく、アンチの人たちもね、ただでさえね、日頃ストレス溜まって人にアンチコメントしとんのにね、詐欺に騙されて、もっともっとひどいアンチ嵐になったらあかんのでね、騙されないように気をつけてくださいね。あっちゃんは、できるアドバイスはさせてもらいます。はい。アンチでも嫌いじゃないんでね。あなたたちはただ単にね、心がすさんで、ストレス溜まってるだけなんでね、心を開きましょうね。で、みんなで笑ったら楽になれるよ。では、またね。バイバイ。